今回の主題は、IHI 社製の次期 XF9 エンジンです。日本では F3 戦闘機開発が急がれていますが、その次の F5 戦闘機の開発は、日本の純国産でできそうですよ。国産の F2 支援戦闘機は、2035年に退役開始が予定されていますが、その後継機として開発を進めている次期戦闘機について紹介します。2018年、平成30年の31中期号で開発が決定し、2020年、令和2年には、三菱重工を開発したいと決まりました。そこに、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機の7社が参画することになったのです。機体の開発担当は、三菱重工業とスバルと川崎重工業、エンジンは、IHI、電子戦装備を制御するミッションシステムは、三菱電機、そして、レーダーを含む電子機器は、東芝、富士通、日本電機が担当することになり、総勢200人超体制で開発を進めていました。2022年、令和4年12月9日には、日本、イギリス、イタリアの3カ国が、グローバル戦闘航空プログラム GCAP プロジェクトを立ち上げました。内容は、日本の次期戦闘機開発計画と、イギリス、イタリア、スウェーデンの3カ国が共同開発中だった BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、共同で次世代戦闘機を開発するというものです。ただし、その後2023年3月時点で、スウェーデンは参加を取りやめました。日本の担当企業ですが、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となり、機体を担当します。エンジンは IHI、電子機器は三菱電機が担当することになったのです。イギリスでは、機体を BAE システムズが、エンジンはロールス・ロイス、電子機器はレオナルド S.P.A. のイギリス法人が担当します。イタリアは、レオナルド S.P.A. とアビオエアロが開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も参加するとのことです。今後、次期戦闘機のエンジン開発については、ロールス・ロイスと IHI が開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新しい実証エンジンを製作することで合意しました。共通のエンジンが完成すれば、テンペストと日本の次期戦闘機の両戦闘機の開発費が、数千億円の巨額な経費節減が可能になると考えられているのです。エンジン開発の基本になるのは、ロールス・ロイスが開発を進めてきた将来戦闘航空システム技術構想と、IHI がプロトタイプを製作した先進実証エンジン XF9-1 です。高級車で有名なロールス・ロイスは、まだ実証エンジンの製作は行っていませんが、IHI が独自に開発を進めている XF9 は、純国産ジェットエンジンとして、2018年6月にプロトタイプが完成しました。すでに防衛整備庁航空整備研究所に納入され、性能試験が実施されています。XF9 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求ということです。その理由ですが、エンジンを搭載する次期戦闘機のステルス性能をアップさせるためには、兵装を機体のウェポンベイに格納することと合わせて燃料搭載量を増やすため、機体内の燃料格納容積を確保する必要があるからです。つまり、他の容積を小さくしたいわけですね。そのため、大出力でありながら、なるべくサイズの小さいエンジンが要求されるということです。両戦闘機のエンジン要件は統一されてはいませんが、テンペストもまた、同様のコンセプトでステルス性能を高め、大出力が必要とされます。エンジンには推力を稼ぐだけでなく、高度なアビオニクスを支える高性能な電子機器の大電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーションであるべきという要求を満たすことが期待されているのです。IHI が提供する XF9 エンジンのプロトタイプのサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同と言われます。しかし、推力は、最大15トンを発揮すると試験で確認されています。
これはアメリカ空軍の主力戦闘機 F2 にラプターに搭載されている F100 と同じくプラット&ホイットニー社製の F119 エンジンに並ぶ出力なのです。また F119 とサイズを比べると F119 は全長 5.16 メートル、道が 1.168 メートルに対し、XF9 は全長 4.8M、道 1M ですから、XF9、道がかなりコンパクトサイズということがお分かりでしょう。XF9 のサイズと性能について、アメリカやイギリスのエンジニアが驚いたそうです。今回の共同開発の話が短期間に進んだのは、日本が、XF9 のプロトタイプを完成させていたことが大きいらしいとか。分類上、XF9 は、高圧軸と低圧軸の2軸を持つアフターバーナー付き低バイパスヒターボファンエンジンとなります。圧縮機前段部まで、強度の高いチタン合金を使用し、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料 GMC も使用することによって、エンジンの軽量化を図ったのです。さらに、タービン部についても、CMC、矢高耐熱製の先進金属材料を使い、少ない冷却空気流量でも、エンジンに必要な推力が出せるよう設計されています。そのおかげで、ステルス性能に大きな影響を与える低駆ダクト流の断面積を減らし、ダクトを短くすることにも役立っているとみられます。タービン入り口温度は 1800°C にも達するとみられますが、1800°C という温度は、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるものです。この温度が高ければ、高いほどジェットエンジンは高性能と言われますから、 XF9 のタービン入り口温度は、世界的に見てもトップクラスと言えましょう。1800°C を達成した陰には、ニッケルコバルト元の国産溶性炭造ディスク材を使用した高圧タービンディスクや、ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への CMC の使用、耐寒強制コーティングを採用したことと合わせて、ブレードの空気孔による保護層の形成など、材料技術と流体解析技術を応用したことが大きく貢献していると考えられます。ロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用エンジンと XF9 は、アダプテイブサイクルエンジンです。これは、離陸時、上昇時、巡航時、戦闘時などの飛行条件に合わせてエンジン内をバイパスする空気流を3段階に変更することで、バイパス比とファン圧力比を調整するエンジンです。これによって、エンジンの推進効率と燃費向上が期待されるだけでなく、外側の3層目の空気流によって冷却能力が向上するので、エンジンの熱管理が容易になるのです。巡航時には、ファン排気流は、コアケース外側のダクトを流れ、高速時には、コア内に排気流を導いて推力増加に利用し、外周にある複数のダクトは、ファン出口から3層目の空気流を流して推力を得ると同時に、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みになっています。XF9-1 は、2016年度から2020年度まで、推力変更ノズル装着時の高運動性、ステルス性確保などの目的で、推力変更ノズルに関する研究を行っていました。推力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンが、飛行中に、噴流の向きと推力方向も変えることで飛行中の軌道を変化させる装置です。垂直離着陸が可能な VTOL 機には必要不可欠な装置で、昔はハリアー戦闘機に装着されていましたが、現在はアメリカ製の垂直着陸短距離離陸ストブル機である F-35B ライトニングに戦闘機に使われています。この装置が搭載されれば、次期戦闘機は F-35 のように通常離陸型だけでなくストブル機も開発される可能性が考えられるのです。現在、ロールス・ロイスのエンジンは未完成ですが、同社のエンジン開発に関する技術力や実績には定評があります。一方、IHI の XF9 は、実証エンジンが完成しているという強みがあります。この両社が協力することによって、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 にも勝るとも劣らないエンジンの登場に期待が高まっているようです。